61年3月から1862年1月まで第26代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。サイモン・キャメロンは1799年3月8日にペンシルベニア州ランカスター軍メータウンにおいて誕生した。キャメロンは1808年に両親と共にノーサンバーランド軍に移り住んだ。キャメロンは13歳の時に父親と死別した。 公立学校に通うことはできたが、良い教育を受けることはできなかった。キャメロンは、読書に強い関心を持ち、印刷所で働いた。キャメロンは1816年に印刷校、アンドリュー・ケネディに、弟子入りし、出版業について学んだ。1821年1月、キャメロンは、サミュエル・インガムの誘いを受け、ペンシルベニア州ドイルズタウンで、新聞社、 バックスカウンティメッセンジャーを立ち上げた。キャメロンは編集者として知識の広さを示した。同年3月にはドイルズタウン市内の民主共和党系の出版社と提携した。1821年冬、キャメロンはワシントン DC へ移り政治を勉強した。キャメロンは熟練の印刷工としてナショナルインテリジェンサー紙に勤めた。1822年、 キャメロンはペンシルベニア州に戻りハリスバーグにおいてチャールズ・モーリーと共同でペンシルベニア・インテリジェンサーの経営を行った。1824年には雑誌リパブリカンを買収した。サイモン・キャメロンキャメロンは1823年にフィラデルフィアで民主党入りしペンシルベニア州行政を公式な立場で支援した。キャメロンは 州公人の印刷業者として選ばれ、1825年から1827年まで、州の印刷物発行を扱った。キャメロンは若い頃からの友人であった、州知事ジョン・アンドリュー・シュルツを支持し、1826年には、ペンシルベニア州軍務局長を務めた。キャメロンは、州政府において、職務を十分に行い、事務能力の高さを評価された。キャメロンは、 ノーザンセントラル鉄道など、いくつもの鉄道路線を建設、整備した。キャメロンは、州内インフラの開発に関心を示し、ペンシルベニア州内での運河管理権を取得した。1826年、キャメロンは、ハリスバーグとサンベリーを結ぶ運河の掘削を開始した。開発は、順調に進行し、キャメロンは、運河西部の一区画を、所有地とした。 1832年冬、キャメロンはペンシルベニア州ミドルタウンで銀行設立の認可を取得した。キャメロンは州法銀行で水頭長となり成功を収めた。1834年3月、キャメロンはジェームズ・ブキャナンの辞任に伴う決意重当として連邦上院議員に選任された。キャメロンは1849年3月まで、 連邦上院議員を務め、その後1857年に共和党から連邦上院議員に再選された。キャメロンは連邦上院において特許委員会委員長、公共建築委員会委員長、コロンビア特別区委員会委員長を務めた。キャメロンは1860年の大統領選挙で共和党の指名獲得を目指したが敗北した。 1861年3月、キャメロンは、エイブラハムリンカーン大統領から、アメリカ合衆国陸軍長官に任せられ、連邦上院議員を辞任した。キャメロンは1862年1月まで、陸軍長官を務めた。サイモン・キャメロン1862年1月、キャメロンは中ロシア行使に指名された。キャメロンは、モスクワへ渡り、 同年6月に新任状を法定して着任した。キャメロンは1862年9月まで中ロシア講師を務めた。1867年、キャメロンは共和党から再び連邦上院議員に選出された。キャメロンは1873年にも再選され、1877年3月に辞任するまで務めた。キャメロンは、ノーム委員会委員長。 外交委員会委員長、公共建築土地委員会委員長を務めた。1889年6月26日、キャメロンはペンシルベニア州ランカスター軍のメータウン近郊で死去した。キャメロンの遺体はペンシルベニア州ハリスバーグのハリスバーグ墓地に埋葬された。ペンシルベニア州キャメロン軍及びルイジアナ州キャメロン軍はキャメロンにちなんで名付けられた。 サイモン・キャメロンの父親、チャールズ・キャメロンは、スコットランドからの移民であり、ハイランド地方西部を起源とする、キャメロン氏族の子孫であった。サイモン・キャメロンの母親マルタ・プフォーツは、ドイツのパラティナーアテからの移民、コンラート・プフォーツの娘であった。1822年10月17日、キャメロンは、ペンシルベニア州、メイタウンにおいて、マーガレット・ブルーアと結婚した。 二人の間には、以下の子供が生まれた。レイチェル・ジェイン・ブルーア・キャメロン・ウィリアム・ブルーア、キャメロン・ジェームズ・ドナルド・キャメロン、ジェームズ・ドナルド・キャメロン。1833から1918から、連邦上院議員、マーガレット・キャメロン・バージニア・ロレット・キャメロン。ありがとうございます。